さて始まりましたムチチャンネル。さあ今回はですね、はい、関西外国語大学なめんなということですね。はい、こちら関西外国語のですね問題がいかに難しいかっていうのを見せていきたいかなと思いますね。そうもうね、まあどこかの藤川天さんのおかげというかせいでですね、 due to thanks to ですね、あ thanks to っていうのは悪い意味でもよく使いますからね。はい、のせいでですねすごく簡単なんじゃないかと勘違いしてる人がすごく多いね。それは間違ってます。しかも、短大の問題。まあ、同じ問題で受けるんですよ。関西外国語大学と短大って。で、ただ短大の場合は、その 1.0 倍とかなんで、だから合格しているだけで、問題自体は難しいんですよ。なんで今回ね、この基礎学力検査の問題、2022年の問題をちょっと紹介して、いかに難しいかっていうのを見せたいと思います。で、さらに、まあ、短大からこの編入するっていうのもね、言ってるんですけど、天さんね。はい。編入するのって、まあ、なんか医学部目指すんだったっけ？編入するのもこの同じようなむずい問題を倒さなきゃいけないんですよ。で、それの難しさがもう明らかにわかる、この単語の問題ですね。語彙問題を紹介しようと思います。はい。で、この語彙問題ですね。やっぱね、めちゃめちゃむずいんですよ。で、レベルとしては AK1 級ぐらいのレベルなんで、そんなバカなって思うかもしれないですけど、実際見ていただければ、順1から1級の単語が並びますよ。はい。行きましょう。1問目、これですね。International cooperation can mitigate environmental damage っていうわけですね。はい。で、mitigate の意味はどれでしょうっていうわけですけど、知ってます？はい。mitigate っていうのは、まあ、英検1級にはそのね、軽減する、軽くする系の単語っていっぱい出題されるんですけど、そのうちの1個ですね。まあ、なだめるとかで覚える人もいるかな、これはね。はい。ということで、reduce が正解。accelerate は逆ですね。はい。compensate for は埋め合わせるだし、aggravate はこれをよくなくすわけだよね、これもね。悪いことがさらに悪くなっちゃう。こう、さらにでっかくしちゃうみたいな、そういうやつですよね。なんで、プラスの意味になって、mitigate、まあ、文脈でいけるとかっていう人もいるかもしれないけど、そうとは限らないじゃないですか。だって国際協力したら逆に環境のダメージ上げちゃう可能性だってなきにしもあらずですからね。He felt he was being ridiculed by his colleagues ですね。はい、同僚ですね。同僚にこうされた、こうされていたかのように感じたって言ってるので、praise とは褒める。mock って嘲笑う、これですね。はい。ridicule 自体は難しいんですけど、ridiculous を知ってる人は多いと思うので、バカなってやつね。だそこから推測できますね。で、mock っていうのも、まあ、英検ではよく出てきますね。applaud は逆でしょう。こう、わー素晴らしいってやつでね。reproached、これも、研究では出てくることがあると思うんですけど、こう、咎めるとかですね。叱る系の単語ですね。reproach は。approach と全然違うんで、気をつけてください。難しいでしょ？ね、むずいんですよ。はい、23番ね。abridged edition of the dictionary has been published lately ですね。はい、最近、このバージョンのってやつですね。そう、辞書によく出てくるね、この abridged っていうのは。辞典使ってる人見たことないかな。まさに選択肢の中で言うとショーラーですね。短いバージョンの、はい、これアブリッジドバージョンみたいなんで、アブリッジドエディションっていう風に書いてある辞書とかってあります。まあコンサイスとかっていう風に書かれてる辞書もあるかな。その他短くしたバージョン、あの全部じゃなくて短く書かれたバージョンっていうので出てくることがあるやつですね。どうなんでしょうね、僕の持ってるやつとかだと載ってたりするかな。逆にすごい長いやつとかだと、このジーニアス英和大辞典とかにも載ってますね。そう、このだから短くされていないわけです。 unabridged ってね、そう、簡略されていないバージョン、省略されていないっていうですね。そう、だからこの abridged っていうのがこう短くすことなんですよね。 the shorter large letter どういうこと、キャピタルとかってあの大文字ってこと、 latest 最新の、 lately って最近って書いてあるから最新ですね。 complete 完全版なんで、これが unabridged の方ですね。はい、次、 the woods rang with the shrill cries of birds、ね、はい、birds のこういう声がこうね、鳴り響いてるわけじゃないですか。森にね。shocking、shocking か。dull、怠けた。echoing、あー、echo 選んじゃいそうだね、これね。答えは piercing ですよね。はい。この金切り声というか、高い、鋭い、そういうやつでね、shrill って。だから、D が正解ですね。うん、全部なんか、英検1級の勉強した時に覚えたやつですね、大学生の時に。I haven't been idle while you were away. あ、これは簡単かな。idle っていうの、怠けるだから、A の lazy。sleeping が寝てる、lonely、寂しい、missing、なんかがなくて寂しいとかってやつね。これはできてほしいかな。次。It is mandatory for members to sign in ですね。あ、まあこれも簡単かな。mandatory はできるようにならないといけないですね。これ順1レベルだよね。voluntary っていうのは自発的なんですね。ボランティアでおなじみですよね。で、possible 可能性なら、obligatory これですね。はい。obligation とか、oblige とかね。動詞だったり、名詞でも出てくるやつですね。はい。desirable これ望ましいっていう。
はい、なんで義務のは C。どうです?できました?次、He's full of far-fetched ideas about making money。Far-fetched、これもレベルが高い単語だけど、僕はTOEFLのライティングでいつも使う単語ですね。そのアイデアっていうのがありえないみたいな時ね、使うやつで、ありえないはだから A の impractical ですね。実用的じゃない、ありえないよ。Deliberate っていうのはこの意図的な。ですね、deliberately っていう副詞でも出てくるよね、意図的にっていうやつで、まあこれちなみに他の問題にもありましたね、出てた deliberately っていうのが出題されてた。 appropriate は適切なんでしょ、 exotic エキゾチックなんです、ね、farfetch の fetch っていうのがこれ意外と知らない人多いんだけど、例えばほら犬に棒を投げてさ、木の棒を投げてそれでこれ取ってくるの、これ fetch ですね。でだから far なんで遠くから持ってきたってことですね。だからそんなのってありえんだろう、どっから持ってきてんだよっていうので、そんな論理的じゃねえよ、ありえねえよみたいな時にファーフェッチドってよく使う表現ですね、はい、でお金稼ぐのにそんなのありえないでしょみたいな感じですね、はい、次は In effect, the government has lowered taxes for the rich and raised them for the poor. かわいそう、ね、In effect, はい、実際だから impact ですね、はい、これはどうなん、見たことあれば簡単だけど難しいかな。まあこういうふうに文頭じゃなければ effective の意味で使うこともありますけどね、効果的なみたいなのもあるんだけど、あ、だから引っ掛けて effectively っていう副詞がありますね。 by chance 偶然、sufficiently 十分に、タックスをお金がいっぱいある人ですね、このリッチな人たちのために下げて、で貧乏な人たち向けには上げてるっていうね、そんなん悲しいね。次が She takes after her grandfather ですね、はい、おじいちゃんに似てるですね。これだからルックアフターとか絶対選んじゃいます。ルックアフターは世話するですね、だからルックライクに近い。 resembles、 はい、正解 B ですね。 detest、 嫌いってやつ、フランス語で使いますね。 detest、 ジュテテステレトマトみたいなんで覚えた気がしますね、トマトが嫌いってテキストに載った。 whereas named after はそこから名前を取るってやつですよね、おじいちゃんから名前を取ったっていう。でも名前おじいちゃんから取って孫につけるって女の子なのに、まあ同じアフターですけどね、そっから取るって意味のアフターですね、両方ね、引き継ぐ的な意味のやつですけど、でテイクアフター気をつけなきゃいけないの、これ何回か言ってると思いますけど、基本は親族ですね。あ、そっか、長家さんとのやつで出てますけどね、基本は親族で、でその親族の上の人たちから受け継いで煮るですからね、そういう時にしか使えないので、だから上の親族ですね、自分より年上の親族を使うっていうのが一応のルールですので、だから親とか基本的にはこれおじいちゃんおばあちゃんとかですね、がそのアフターの後ろには来ます。だから逆にできないですからね、 Her grandfather takes after her みたいな風に言うことはできませんので、なんでお気をつけください。アメリカ人の長官さんに質問です。はい、 take after と look like ってどう違うんですか。look like は見た目の話じゃないですか、はい、look like って言ったら見た目が似てる、見た目が似てる。 take after って言ったら、 take after っていうのは親じゃなくても、はい、の師匠とか、はい、そういう人からの受け継がれてるとか、そういう感じのニュアンスで、上の親族と見た目が似てるの場合はそうですね。まあそれは、はい、見た目が似てる場合は家族じゃない、親族じゃないってダメですね、はい、友達同士2人が似てるとかっていうのに使えないですね。まあ使えないです。 I take after you とか、いや、それはない。何にも引き継いでない。でもなんかその中身とかも結構ありますね。お父さんがすごい真面目な人だったのが、それもそのまま受け継いでるとか。なるほど。 look like はもう人間じゃないものにも、このオブジェがこれに似てるとかにも使えるけど、 take after は物には使えないんです。She takes after her mother in terms of her love for cooking とか。ああ、なるほど。やっぱそれだと本当に見た目ではない。Takes after her mother だけでも言えます。なんか、でも何についてなのかがちょっと入ってた方が。入ってた方がいい。なるほど。ただただ見た目とは限らないわけですね。という感じで、わかりますよね。そうです。英検1級から準1級のレベルの問題が、ずら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 並んでるっていう感じなんですよね。なので、かなりレベルの高いものなので、決して優しくないですから、舐めないでください。だから関西外語、力入れてますから、英語に。実際そのね、関西に行けば、英語の先生たちいっぱい輩出してますからね。予備校の先生とかにもいますよ、英語の先生とか。僕のね、先輩にもいましたから、元ヨゼミの先生だったんでね。で、同じ同僚になって、で、当時、そのヨゼミで働いてた時の講師マニュアルみたいな。みたいなの、まあ、アニュアルじゃないね、講師はこうしなきゃいけないみたいな、講師の規則みたいな、それくれましたよ。とても面白い先生だったし、あ、もう女性の方だったんですけど、すごい面白い、関西の関西弁でこう喋ってすごい面白い授業する方でしたけど、今でもやってらっしゃるのかな、英語の授業。すごいな、知識とかも模擬授業めっちゃある塾だったから、すごいな、めちゃめちゃ知識いっぱいあるなって思いながら聞いてましたけどね。はい、そういうことです。なので関西学校大学は難しいですので、かなりレベルの高い問題出題されますし、だから短大から編入するっつったってかなり難しい試験を突破しなきゃいけないってことなんですよ。でちゃんと勉強しなきゃいけないっていうのを忘れないでください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。